ちは、こんばんは。バンドじゃないもんでシンセサイザーを弾いています、コットンイエロー担当のゆずぽんこと天夏ゆずです。今日は7月4日にあるバンドじゃないもんのワンマンライブ、ゼップダイバーシティに向けての意気込みの動画を皆さんにお届けしたいと思います。どうか最後までよかったら聞いていってください。ポンがバンモンに加入してまず初めてのワンマンライブをしたのはちょうど去年の7月の14日で、だいたい1年前ぐらいなんですけど、その時はまだやっぱり自分のことでいっぱいいっぱいになっちゃったりとかで、まだライブ自体にも自分自身にもそんなにまだ余裕がなかった時期だったりもしたんですけど、それから1年経って、この1年間バンモンの6人とそしてモンスターと一緒に成長してきて、ポンはこの今できる最大限をゼップダイバーシティでみんなに届けられたらなって思っています。あとポンは将来の夢がみんなの太陽になることなんですけど、そのみんなにね笑顔を届けて、みんなに笑顔になってもらって、7月4日はポンが、そしてバンドじゃない方がみんなの太陽になれたらいいなって思っています。一緒に笑顔に、そしてハッピーに幸せな時間を過ごしに来てください。お待ちしています。あとはモンスターと一緒にこれからもずっとずっと進んでいきたいです。よろしくね。以上、バンドじゃないもんのゆずぽんでした。7月4日に会おうね。バイバーイ。